はい、どうも山田ボソーです。ビールです。いやービールね、飲みたかったんだけど、あの目の手術しましたんで1週間リアル禁酒、リアル禁酒をしたということ。リアル禁酒っていうか1週間も飲んでないなんて人生である？なかなかないよね。ないよね、うん、俺の人生で1週間飲んでないのは多分ね19歳の頃だけだと思います。ということで当たり前ですね、20歳からですから。ということで飲んでいきます。では皆さん乾杯。たびたび TV チャンネル。では皆さん乾杯。やっと飲んだ。さあ今日からまた暴れ飲もうと思います。それじゃあ。どうだ。いえ最高かよさあということで1週間ぶりの酒なんで、うまいのはあるんだけど、やっぱりね一人でビールなんか飲んじゃダメよと言っても誰も飲んでないんだけどね、こうみんながいるところで飲まないと。とつくづく思う。山田ボスをつくづく思いました。みんながいるところで飲まないと面白くない。なのでここでビールをかみしめて、この後はお店で一人で飲みたいと思います。どういうこっちゃ。さあ飲んでいこう。サメガレーいいね。サメガレー、はい、ありがとうございます。では日本酒。行くのが、うん、木村さんのあたりから一回行ってもあるけど、北海道上で行かないと。道産道産通行したりとか、今日はこれ。なんかなんだろうな、なんだろうな、なんだろうな、なんかすごいね、面白くて、来た曜日で、イエーイ、飲んでいこう。これはもう、ちょっと、これ、富士山。さあ、これすごいキャベツです。タチでーす。やったね、タチ。これうまそうやん。うん、なんかいろいろ意外と見てた。これね、サバだって。サバ、サバドバ、サバドバ、イエーイ。今日も来ましたけど、梅水晶いいでしょ、梅水晶。行くよ。人生初めて見た映画に。いや、それ、あれですよ、チャッキーですよ。いや、見たら、ET と鳥毛と焼きそばだよ。焼きそば、もうね、最後、酔っ払って、もう俺ね、酔っ払ってきたんだよ。しかしだ、店の人も酔ってんのかなということで、紹介しましょう。せいやくんです。どうも。動画は今度撮らせてくださいね。はい。はい、で、なんか、いい酒。これいいのこれ入れて。
え、これ俺秋田県限定です。俺だから。そうです。え、普通だから、普通の人も入れる。いや入れない俺だから。あ、でも助かる。入れてるかも。いや、これすごいんだよ。俺だからって言ったけど、酔ったら入れてくれるっぽいから、それ狙ってこよう。来てください、クララ。さあ、ということで、うまいもの食って、うまいもの飲んで最高です。もう最高のこの、ここのね、店がね、何かっていうのも紹介しない。もう今度はした方がいい。あ、紹介してください、紹介してください。次回ちゃんと紹介しますけども、今日は上でビールを飲んで、クララで日本酒を飲んで、最高の一日でした。また次の動画で会いましょう。ということで、今日は札幌栄町にありますクララに来ました。皆さんまたどうぞよろしくお願いします。チャンネル